続きましてはザクラ水千葉城太鼓の皆さんです。ご紹介します。今年のテーマはカナエビ孔明の共演。遥か昔縄文時代の市原の地で催された火祭りは五穀豊穣無病息災などを祈り灯す火を大事にし、祭りの終わりには再生を願い全てを燃やし壊した。争いがなかったと言われる唯一無二の時代縄文。平和を願う思いは今も昔も変わらない。火から出る炎が叶える星となる。ザクラ水千葉城太鼓の皆さん、よろしくお願いします。さあ、神栖ぶっちゃけ祭りメインステージにお越しの皆さん、こんにちは。私たちは千葉県は市原市勝さんの国よりやってまいりました、ザクラ水千葉城太鼓と申します。ここメインステージからお隣千葉市で活動している千葉城太鼓さんにもご一緒していただき、和太鼓そしてよさこいの豪華コラボでお送りいたします。それではよろしく願い申し上げます。たぎる炎や命きらめけ。
久しぶり。わかるない。勝った茶屋子。祭りの花の音色とともに。安寧の未来へ。さ祭りとともに。ザクラ。あれ。ありがとうございました。千葉城大鼓の皆さんでした。